久々だな現場。何平米ぐらいあんの？800平米ぐらい。ここがあの通行できなくなったらこっちに荷物が運べなくなっちゃうんで。ちょっとなんか久々か？なんか俺取りづらいわお前ら。いやそんなことない。あ？お前ら言ったよね最初に。会社には迷惑かけませんって。迷惑かけないけど見せてもらえよ。こっちに来てもらってもいいですか、カメラマンさん。来てるんですけど。挨拶してもらってもいいですか。おはようございます。久々だな、現場。組み立ては久しぶりです。組み立てがまず久しぶり。組み立ては久々だし、ショックなのは久々か。3日ぶりぐらい。3日ぶり。ショック。もう、前はフラミンゴって言って、今なんて呼んの？翔さん。翔さん。翔さん。別に前もフラミンゴって呼んでない。傷に、泥を塗るタイプなんで。泥は塗らない。傷に塩を塗るタイプなんで、お願いします。翔ちゃん。今日はしっかり食わしまおうか。久々だな、こんだけの物件を動画で撮るって。大きい物件増えたんだもんな、最近。結構増えましたよ。店は増えました。なあ。なんか俺取りづらいわお前ら。いやもうそんなことない。あ、そんなことないの？全然大丈夫です。じゃあちょっとじゃあこの足場の解説を見ようにしてみてもらう。はい、ちょっと見せてもらう。そういう感じ出してもらう。全然俺はこいつはもう大丈夫だなっていうとこ見せてもらうよ。誰？見せてもらうよ。見せてもらうよ。誰？結局俺を返してお前ら喋んなんだよ。お前お前電話機じゃねえんだよ俺。あ、よーいスタート。質問してくれたら。なんでお前が年上なの？お前から行けよお前。こいつも今日車勝負で大丈夫か？大丈夫だ。そんな顔してないし。大丈夫。そんな顔してないけど。3棟並びやでな、うん、3棟並びのアパートですけど何平米ぐらいあんの？800平米ぐらい。で今日1日6人でここ何繋ぐの？繋いで。どうやって繋ぐの？共用室。共用室どうやって？こっちも濡れて。うん、あ、まあ、これなんでここになっとるじゃん。あ、床はここなんで。あ、うん、あ、中に入るな、この。あ、そうかそうか。かなりがあるもんな。お、トシ君、俺ちょっと、まだお前ら喋ってない。はい、喋ってもらえよ。で、そうすると次トシ君行けよ、もう尺ない、尺。喋れって言われると喋れない。何別、何お前その言い方。いや違う、言い方じゃないです。何お前その言い方。いや違うです。何？お前今俺に言ったそれ。いや違うです。なんで私。YouTube ってそういうもんなの。よーいスタートで喋るから。違う。は？はい。お前ら言ったよね最初に。会社には迷惑かけませんって。会社には迷惑かけませんって言ったよね。迷惑かけないけど見せてもらえよ。いや今足場の通りに来たやつだから。はい。はい。よーいスタート。じゃないって。視聴者の皆さん知らないと思うんだけど、まあ、別れて賞味よくですか？何？別れて何？聞こえないこの感覚に。そうつく。何言ったか聞こえなかった。で終わったの？賞味は一応。もうまだ1週間経ってないの。はい。よーいスタート。配達して。いやもう何でもいいよ。危ない。ああごめんな。うん。何でもいいっすね。うん。普段通り、うん、普段通り。いやご飯何食べた？何ご飯何食べたの？昨日ですか？焼肉よろしいっす。終わりです。いやまあまあ付き合ってた時はあんま喋ったことみたいねえがよ。行ってまあじゃあちょっとトシ君行ってくるわ。もう何 NG じゃないの？なんで、うん、なんで出てもいいなと思った。そこら辺はいや、でも、よう言うわ、このおっさん。何、TikTok が今、フォロワーどんだけ頑張るの？会社の
かげで、うん、フォロワーが30手前から今もう4000手前まで行って、おすごいね。あれイベントどうだったの？おかげさまで急上昇ランキング、うん、結局最終は4位なんですね。あ、下がったか。いや、上がりました。僕17位に落ちて11位とかに落ちた状態から、うんうん、最終あの、うん、4位まで行きました。じゃあ俺は YouTube も仕事だと思ってるからね、求人活動でこんだけ優秀な人が入ってきてくれるんだから、はい、でしょ、はい、でこれとしくの俺 TikTok も俺は応援したいっていうのはそういうことじゃん、はいはい、仕事につながってくるわけじゃん、はい、ここで働きたいなってなるから、はい、それ求人活動もそうだよね、はい、だって何百万かかったら広告宣伝費がゼロなんだもん今、はい、聞きながら喋っていいですか？あ、いいですよ。いいですよ。でも一応本当に出ようと思う気持ちはやっぱりそういうところもありますよ。うん、ああ、そうだね。これこそ本当に会社的につながるのかなって。うんうんうん。はい。だからこの間まではそんな関係ないですってことだよね。俺がさっき言うと。いや、YouTube も大事な仕事だよとか言うと。気づいた自分で。そうよね。自分でやってね。なるほど。成長したと。はい。まあそれは大事だよね。はい、やらにくんだ早いか。そうですね。上げるばっかになれ、でもただ単にここの面倒くさいのって、ここも全部フェンスが外れてればどっからでも通行できるけど。なんで。これもな。出たね、ここがあの通行できなくなったらこっちに荷物が運べなくなっちゃうんで。ああ。手段組めないんですよねここ。あ、そういうことか。いや入れ込まんと材料。はい。ある程度数出して。なんでここもあともうちょっとだけ行って、うん、こっちの裏側を全部上げてこないと、うん、材料が入れれなくなっちゃうんで。あ、そうか。でここはもう真ん中に1枚板、ね、400で入れるってこと？あ、はい、400の板で行けばあのちょうど両方離れが、柱の離れが350ぐらいになるようになってる、うん、うんうん、問題ないってことだ。はい、そうですね。ちょっとこ今のところこっちのがちょっと狭いぐらいですかね。こっちで300、今70、80、80ですね。うん、なんで30だけそっちが縮まるんで、そっち350の予定が、320。なんでそんなに何とか分かんない。数字だらけ。数字だらけ。結局僕たちのって、何百って言ってるけど、ミリ計算で喋ってるんですけど。ああ、そうよね。100だと10センチってことだね。そうです。うん、で結局はあの僕らのやって使ってるものって、うん、やってるんで長さが。結局既製品なんで、うん、1800、うん、で僕らが使うのあと1200、うん、900、うん、600、うん、300、あと200、100、うん、おはようしゃべるなおい、頭がわからなくなってきた。おはしゃべるなこの人。結局その数字を結局は、うん、あのプラスマイナスさせてやるわけ。別に足止めしてないよ。なんで課長もう組んできたのか。こっちは組んだんだ。おお。おお。素晴らしい。はい。もう入ってどんだけだ？はい。入ってどんだけだ？二ヶ月ちょっとですよ。二ヶ月ちょっと。はい。この間動画、まあ、まだ出ないか。まだ公開されてない。はい。されてない。あ、そっか。あのアンチコメントが怖いです。あ？アンチコメントが怖いです。アンチだけだってお前みたい。お前らアンチしかいねえぞ。ファンついてくれていいな、はい、応援してくれる人かな、はい、頑張ってます。頑張ってやだなし、はい、監督いますから。
本日足場の組み立て組み立てです。本当に出産もおるけど、さっきしっかり騙されたそこはテンション上がってませんが、ちょっともう着替えて ご協力様です。もう帰る準備万端ですが、はい、足場の資材、はい、や建設工具、はい、や資材の買い取りもちょっと今やってますので、はい、ぜひお問い合わせ、なんかどこに送ったらいいのみたいなの来るから、インスタでもいいし、はい、まあ、YouTube 上に貼ってあるあのメガドスマン、このメガドス小林さんとマンズのお店でもいいですし、まあ、インスタとかでもいいんで、ちょっとすぐ返事来るかどうかわかんないですけど、はい、まあ、今ちょっと調べながらいろいろやってる段階なんで、ちょっといろいろあると思いますけど、いろいろ頑張ってね、何出せると思いますので、はい、ぜひそちらの方の方をよろしくお願いします。イベントが7月14日、14日、はい、小松さんとオンラインセミナー。SNS 集客について対談だな、はい、本当対談だな、はい、対談で、まあ、SNS 集客は、その SNS 成功したので、ぜひそちらちょっと勉強になると思いますので、はい、そちらの参加、オンライン1000円かな、はい、でやってますので、ぜひそちらの方参加もよろしくお願いします。お願いします。せーの、どうさあ、せーの、まだ見てね。何ですか、何ですか。こっちに来てもらってもいいですか、カメラマンさん。挨拶してもらってもいいですか。さっきおはようございます。挨拶してもらってもいいですか。さっきおはようございますって申しました。今日もイケメンだね。代弁しといてあげた。いや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 、何も思ってなかった。勝手な代弁じゃないですか。勝手な代弁間違いない。本当に一言も言ってない。あ、ジャッキーが思い出した。うちジャッキー。これは四角になるんですか。四角になるんですか。四角。いや、あの、ここら辺まで来てここの人とつながるんですか。怖い。質問してみただけじゃないですか。早いんですね。早いですね。いや、ちゃんと感情こもってますよ。早いですね。え？早いですねってこもって言いました。だってもうこっちほぼ終わりぐらいですね。